야마 채널 등록자 5만인 달성! 예! 解説から、およそ半年、たちまして、この度5万人達成をいたしました。達成したのはやはり皆様のおかげでございます。はい、この動画の中でね、ちゃんと皆様にまた再度お礼を言うべきかなと思いまして、ちょっと言わせていただきます。山ちゃんねる、本当に皆様、登録ありがとうございます。 まだ登録してないで見てる方はぜひこの機会登録お願いします。はい、いやらしい。5万人ってどれくらい？ピンとこなくないですか？東京ドームの収容人数は4万5千人らしいです。東京ドーム超え。ってことは、まあ、ナウシロの場合は東京ドーム6杯分、7杯分ぐらいってことか。やべ。 比較して、もっと俺ってすごいんだぜって優位に立とうと思ったんだけど、最初にナウシロって言っちゃったから。今までは、底辺 YouTuber なんですよ。そうですね、今までは底辺 YouTuber でしたね。はい。何 YouTuber になるんですか、僕は。じゃあ今 三流 YouTuber。 よし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 よ
いろんなことにチャレンジしていきたいっていう話を実は僕してたのを、うん、結構多分もあのなもう動画結構毎回見てる方はあの覚えてると思います。何がいいかなって考えたんですよ。できる限りこう笑えそうなネタとか、あといわゆる YouTuber っぽいネタとか、はい、そういうのをチャレンジしたいななんて。いやそれは、はい、正直、はい、向いてると思う。おっ、はい、旦さんよっ、なかなか褒めないのに、はい、それだけはね、うん、あー俺これだけか。とにかくやってみる。あ、そう、はい、バラエティですか。そうですね、やってて楽しいんですよ、やっぱそういう動画もね、うん、自分自身が、まあ、自分が笑ってられるような動画を結構作りたいなと最近は思っているので、そうですね、まあ、今まで通りあのポケモン GO もそうだし、あと他のゲームとかもゲームはやるけど、プラスアルファでねやっぱバラエティ的な動画をやりてえななんて、うん、はい、思ってるんで、ちょっと挑戦しようと思います、はい、いつか。いいよ。おっしゃ。その代わりやるからには、はい、はい、うん、いろんなもう過激な、あ、鮮度の鉄球、あのナウピロに食わせてみたとか、うん、そういうなんかそう、そういうやつを。じゃあ次の目標、ご承認ですね。はい、目指していこうかなって。そこは本当立ち上げの時から変わんないですね。あ、そうですね、はい、やっぱちょっと人間ブレちゃいけないと思うんで。いやまあはい、10万人です。あー、代わりに言ってくれました。はいはい、じゃあとりあえずじゃあダーさんが言うんで10万人を目指そうと思います。10万人いったらすごいよ。10万人ってわけわかんないよ。でも今日ムジョックスは10万人いってるからね。そうなんですよ。そう、すごいんだよムジョックス TV。 まあでもほらあそこ2人だからさ。俺ほら1人で5万人だから、だから割るとこだし、向こうもだからイーブンだから、そこは向こうとこっち、すごいポジティブっすね、うん、そう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 、頭で割ったらねやっぱ同じなんで、だからやっぱ、いや、ムジョル、クスキ、ヤマダはもう完全に今イーブンだから完全に一人一人で見ると数字持ってる数字全555だから。うん、冗談もまあ冗談もいろいろ言いましたけども、まあ、とにかくやっぱ皆様がねそのいろんなタイミングで登録していただいて見ていただいてるから、まあ今の山田があるっていうのはもうね本当にこれ揺るぎない事実でございますので、まあ今後ともね、まあ、皆様の期待に応えられるようなね動画をやっぱ作っていこうかなと。で期待に応えつつ、皆様がこれを見たいなっていうものは出しつつ、あ、こういうのもやるんだもう出していくみたいな、その2つの刺激をねこう出していければなと。ちょっと俺なんかあれを、俺になんかないんですか、なんかそういうの。ああ、俺ですか。はい、なんか俺クラッカー。待ってゴミとかしてるけど、もうあれです、だから、はい、今日はまだやけど、はい、あれですよ、5万人企画。はい、ああ、5万人企画をじゃあ考えます。なんか視聴者さんに還元する形で。そうですね、いつもよりだから、うん、こっちも経費は出しますから。え、本当に。それは5万人いったから。わあ。で、じゃあ決まったらまた山田チャンネルの中で動画でちょっと発表いたしますので、はい、はい、その、発表をお楽しみにとお待ちくださいと、
半分宣伝なんですけど、まあ、半分宣伝というか9割宣伝なんですけど、あのゲームウィズが今サイトとしてあの SNS の機能を実は実装したんですよ。機能がついたんですよ。あのゲームウィズに会員登録して、あのお金かかんないですけど、本当あの登録するとあの、まあ、SNS、まあ、本当になんかあれですね、つぶやきをみんなでして、それに対していいねしたりとかコメント返したりとかっていうような機能ができたんですけど、山田もアカウントそれ実は作ってて、まあ、あのもちろんポケモン GO もやるし、それ以外のゲームも、あとゲーム関係ないこともそっちでも最近つぶやいてるんですよ。で、ツイッターと別個のこと普通に喋ってるんで、結構そっちも見てくれると嬉しいななんて思ってるので、ちょっともしもゲームウィズの会員登録してない方とかいらっしゃいましたらならば、登録とあとまあ山田のフォローですねをぜひしてください。で、あの他のゲームウィズのアカウントは全然フォローしなくていいんで、はい、いやいやいや全然全然。ちなみに僕もやってるんで。あ、そう、はい、ダーさんやってんの。ダーさんって名前でやってるから、だから僕とダーさんだけみんなフォローして、うん、あの他のやつらのほら。フォロワー数が増えるとちょっと僕も嫉妬しちゃうから、そこは、うん、ここの2人だけにしてください。お願いします。はい、まあまあ賛成かもね。そうそう、あの見たい人のアカウントをフォローして、ぜひぜひゲームウィズの SNS 機能、ご利用ください。あの今後とも、ゲームウィズの山田チャンネルを、末永く、お付き合いください、よろしくお願いします。それじゃあ、うめちゃん。まだあったんかい。狙ってたの。絶対狙ってたの今。